よろしくお願いします。岡山大学病院総合内科の石野大村と言います。今日はですね、まあちょっとこういう分野もあるんですよというか、ちょっとね、完全に医療分野ではもしかしたらないかもしれないんですけど、ちょっとね、興味がある人もね、多いんじゃないかなとちょっと思ってですね、ちょっとこういうお話をしてみようかなと思います。題して、報道経済学として、1万円をもらった時の嬉しさと、失った時の悲しさでは、どちらが大きいかというところで、ちょっとお話をさせてもらおうかなと思います。さあ、ではちょっと皆さん考えてみていただきたいんですけども、じゃあ1万円をもらった時に、あ、やった、1万円もらって嬉しいっていう気持ちと、1万円を失った時に1万円なくしたっていう時の悲しさはどっちの方が大きいですかね。ちょっと皆さんちょっと考えてみていただければと思うんですけども、これは正解とかはないので、それぞれ個人思うことはちょっと違うんですけども、どう思われるかというのをちょっと考えてみていただければと思います。これは自分で考えてみていただいた方が後で聞く話が絶対面白くなりますので、一時停止とかして考えてみていただければと思います。ではちょっと次に進みますね。ちょっと第2問と第3問があるんですけども、これも絶対の正解があるわけではないので、自分の中ではどう思うかというところを考えてみてもらえればと思うんですけども、コインを投げて、表が出たら2万円もらえます。裏が出たら何ももらえませんというところと、コインでね、裏表関係なく1万円もらえますというのでは、どっちがいいでしょうか。で、逆にコインを投げて、じゃあ表が出たら2万円払わないといけないです。裏が出たら払わなくていいですっていうのと、コインが表裏関係なくどちらも1万円払わないといけないですというのでは、どちらがいいでしょうか。これもですね、ちょっと合わせて考えてみてもらえればと思います。こちらもですね、絶対考えてみてもらった方が、後から聞く話が面白くなりますので、ちょっと一時停止とかして、ちょっと考えてみていただければと思います。はい。これは、一般的にですけど、こちらを選ぶ人が多いと言われている方ですけども、第1問目のですね、1万円をもらった時の嬉しさと、1万円を失った時の悲しみはどっちの方が大きいかというと、1万円を失った時の方が悲しいという人の方が多いとされています。そしてですね、コインを振って表が出たら2万円もらえる、裏が出たらもらえないっていうのと、表裏関係なく1万円もらえるという方だとですね、確実に1万円をもらえる方を選ぶという人が多いと言われていて、なので逆にですね、コインを投げて表が出たら2万円支払って、裏が出たら支払わなくていいですよというところと、表裏関係なく1万円支払うという方だとですね、表が出たら2万円払って、裏が出たら払わなくていいという方を選ぶ人が多いというふうに言われています。これはね、ちょっと一見不思議なことだと思うんですけども、これちょっと何がね、起こったのでしょうということで、期待値で見るとね、もちろん、1万円を得る嬉しさとね、1万円を損する悲しさっていうのは、一緒のはずですよね。これはね、なのに結構不思議なことが起こってると思うんじゃないかと思うんですけど、これはですね、プロスペクト理論と呼ばれる、これを説明するような理論があります。これもね、1979年の論文なので、もう40年以上前に出ている論文になるんですけども、こういうね、議論があって、一般的にはですね、この文献によると、1万円を得る時の嬉しさと、1万円を失う時の悲しさを比べると、なんとですね、1万円を失う時の悲しさの方が約 2.5 倍大きいというふうに言われています。そしてですね、この理論に沿って考えると、この第2問と第3問の説明が可能で、これ直線じゃなくて、この曲線で示させていただいてますけども、同じ額を得る、例えば1万円得る、2万円得るみたいなのが、1万円得る時の嬉しさと2万円得る時の嬉しさが純粋に2倍になるわけではないんですね。なので、もらえる方の話で言うと、50% の確率で0円か2万円ってなると、これね、平均値になるので、ちょうどこう2万円を得るのの、真ん中のこの矢印のちょっとちっちゃい方になるんですけども、確実に1万円得られますよっていうのは、この矢印の大きい方になるんですね。なので、確実に1万円得る方の嬉しさの方が大きい人が多いと言われますし、逆にこれ確実に1万円失うっていうのが大きい矢印で、50% 確率で0円か2万円失うというのの矢印は、ちっちゃい方の矢印になるので、確実に1万円失う方が辛いので、50% の確率にかけるという人がやや多くなるというふうに言われています。これはですね、何も医療で全く役に立たないというわけではなくてですね、このプロスペクト理論を病気に当てはめてみようと考えたときにですね、これよくある例だと思うんですけども、例えば癌の患者さんがもうちょっとでも可能性があるなら、もう失敗の確率の方が圧倒的に高いけども、わずかな可能性でも治療にかけたいみたいなことを思われるケースがあるかと思うんですけども、例えば、これもこのプロスペクト理論が説明の一助に一応なりまして、積極的な治療を続けても 99% 効果がないかもしれないですけども、現状維持できる可能性がじゃあ 1% あるっていうのは、先ほどの例でいう 50% の確率で0円を失うか2万円を失うかっていうようなケースに近いんですよね。その確実に生き続けることができないというのに比べると、悲しみの程度がちょっと下がる可能性があるというところです。
なので、こういう理論も、がん患者さんがわずかな可能性でも治療を頑張りたいというのは、こういうところの理論も、これはあくまでもちろん一助なんですけども、になります。ただ、こういう考え方の時って、じゃあどうすればいいのかなっていうところなんですけども、患者さんはですね、基本的にそう言って、その失う側の心理にやることが多いんですよね。なので、損失状況にある患者さんっていうのは、それをちょっと合理的にね、なかなかちょっと判断できないっていうのは、これはこういう、理論でももう仕方ないことですし、もちろんちょっとね、仕方ない要素はもちろん多分にありますので、患者さんに、そういう状況なんだっていうのを、共感的に理解してあげて、患者さんにとって治療をやめる意思決定をすぐに行うっていうのはやっぱかなり難しいですよね。諦めないといけないとね、そういうこの悲しみの方が大きいわけなのでっていうところなので、患者さんが、その自分の置かれた状況、その損失状況として考えがちなので、うまくね、利得状況での判断に導いてあげるっていうことが手助けの事情になるかもしれませんよというお話になります。つまり、残された時間をどういう意義に過ごしていただくかみたいなのを考えていただくみたいなところですけども、今回の例だと、そういうのが非常に手助けになることがあるということですね。なので、人はね、利得状況では、より確実な方を選択するわけですけども、損失状況では、低確率でも現状維持にかけることが多いというところがあるので、患者さんがどのような価値を得られるかっていうのを、しっかり話し合って、利得状況での判断に導いてあげることが、手助けになり得ますよというところでした。ということで、まとめですけども、1万円を減るときの嬉しさと、1万円を失うときの悲しさを比べると、なんと悲しさの方が 2.5 倍も大きくてですね、患者さんは、損失状況として物事を判断する可能性が高いですので、損失状況では、現状維持を選択しがちというところなので、そういう背景を理解してあげて、利得状況として考えるように手助けするということが、大事になってくることがありますよということでした。今日はね、ちょっとおまけ的なお話でしたけども、楽しんでいただけましたらね、非常に嬉しく思います。ということで、ご清聴ありがとうございました。